等一下，OK。私はダンさん、ダンです。どうぞよろしくお願いします。ファンさんは桜大学の英語の先生です。毎日毎日お帰り自動車で大学へ行きます。桜大学は大きいではありませんが、いいです。ファトさんはいつも食堂で昼ご飯を食べます。食堂は12時から1時までとても賑やかです。食堂の食べ物美味しいです。そして安いです。ファトさんの仕事忙しいです。ですが楽しいです。